皆さんこんにちは、 YouTube フットボールアカデミーのお時間です。今回は上から落ちてきたボールをドライブでボレーシュートを打つ練習をしていきたいと思います。でやっぱりね、日本サッカー結構シュートレがまず少ないこと、それによって決定力不足が明らかになってるんで、今回この浮き球のボレーシュート練習していきたいと思います。でポイント先に言っちゃいます。ポイントは落ちてきたボールをしっかり下まで待ってから振ってあげてください。ちっちゃい子のリフティングってこうやってボールを高い位置でこうやって触りに行くリフティングやってるちっちゃい子多いと思うんですけど、これだと結局ボレーするイメージもここで捉えたら絶対ドライブで前かかんないですよね。だからしっかり落ちてきた球をここまで待って縦に振り抜くだけで、そうするともう自然とドライブかかって落ちていくんで枠に入る確率が高まるんですよね。なんでそのドライブシュートやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、でポイントの3つ目なんですけど、これ言い忘れてました。足をこうやって振り抜いちゃうと足高く上がっちゃって結局上行っちゃうんで、足をこの自分の前で止めるイメージで蹴ってください。まあ、止めるイメージなんで結果的に動画見たら多分触れてると思うんだけど、イメージはここで止めるように、そうすると自然と二軸キックみたいになって今押さえたボールが蹴れるようになります。はい、イメージは押さえる、振り切らないで抑える。オッケー、このイメージで蹴ってみてください。この動画がいいなって思ったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。あ、これ。